ヨークシャー州のパーキン。糖蜜やブラウンシュガーを多く使うと、このようにより黒っぽい濃い色に仕上がる。パーキンは、オートミールと糖蜜を伝統的な材料とした、イングランド北部生まれのケーキである。ヨークシャー、中でもリーズ周辺の名物として知られるが、ランカシャーなど、他の地域でもよく見かける。一般にはしっとりとした湿り気のある食感で、時に粘り気があるほどである。 ただし、キングストンアポンハルトイーストヨークシャーのパーキンは、普通よりも乾いた焼き上がりで、ビスケットに近い食感である。ガイホークスナイトに食べる伝統があるが、その他の日にも一年中楽しまれる。ヨークシャーでは、商店で売られていることもあるが、それ以外の地域では、各家庭で作るお菓子である。パーキンの起源は明らかではない。 文献上の書出は1828年発行のクレーバングロッサリであるがもっと以前から存在していたものと推測されている。その特徴であるオートミールと糖蜜は北部の労働者階級にとって18世紀後半から19世紀前半にかけての産業革命期に特に重要な食品だったことからその頃にパーキンも生まれたのではないかと考えられる。 英語のパーキンの綴りは、パーキンとパーキンの二通りが見られる。後者はミッドランドなまりである。いずれもイギリス人のファーストネームとしてよく見られる。語源をたどると、ピーターの縮小寺であり、かつては愛称でもあった。主な材料は、小麦粉、オートミール、黒糖蜜と呼ばれるシロップ、油脂、そしてジンジャーパウダーである。オートミールや糖蜜を使わないレシピもあるが、 それでは一般的なジンジャーブレッドと変わらないことになる。糖蜜と併用または代用する甘味料としてブラウンシュガー、他に卵や牛乳を加えることもある。パーキンが作られるイングランドの小麦粉は少量の化学的な膨張成分を含んでいるので特にベーキングパウダーなどは加えなくても問題はない。ただしこの種の小麦粉が手に入らない場合やオートミールが 多めの配合の時には、ベーキングパウダーか重曹、主石酸水素カリウムを加える必要がある。手順は、まず小麦粉やオートミールを振るう。ついで糖蜜やブラウンシュガーを油脂とともに、鍋で溶かして加え、ジンジャーパウダーなど、一切の材料を混ぜ合わせる。できた生地をバターを塗っておいた焼き型に流し入れ、オーブンで焼く。冷ましてから型より取り出す。食べる時には、 画像のように四角く切り分けて供することが多い。パーキンの特色の一つは保存性の高さで密閉できる缶や箱にしまえば1から2週間は美味しく食べられる。実際作ってしばらく寝かせたものの方が通行味である。出来たてのパーキンはあまり歓迎されないがリンゴやグースベリーなどの果物のコンポートに添えて食べることはある。 日曜日のデザートに食べた残りを平日の食卓のおまけにも使えるパーキンの保存性の良さは労働者階級の生活にぴったりと合うものだった。かつてはパーキン保存専用の木箱まで存在した。ありがとうございます。